にちは、かけらです。VAB 新車の納車なんですけれども、月曜日、ディーラーに車が到着するっていう連絡いただきました。ただ、ここの窓のバイザーつけたりとか、なんかマットガードでしたっけ、なんかついてるんですよ。あと、ナビとかつけたりするのにちょっと時間がいるみたいで、ただカースイってディーラーが休みなので、木曜日納車行けるんですが、営業の担当の人休みで金曜日にしてくれへんかっていうことで、納車は金曜日に決まりました。動画の方は金曜日の夜撮影してきて、土曜日またアップ、徐々にアップしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はセブンイレブンさんのポテトチップス、深切りポテトって読むんですかね、前に岩塩とブラックペッパーのやつレビューしたと思うんですけれども、今日はなんか新しいんですかね、サワークリームオニオン味っていうのを出てましたんで買ってまいりました。セブンイレブンさんのまろやかな酸味とオニオンの甘み、深切りポテトサワークリームオニオン味です。そういたしましたら、まず原材料名からご一緒にご覧いただきたいと思います。じゃがいも、植物油脂、グラニュー糖、食塩、オニオンエキスパウダー、オニオンパウダー、タンパク化水分解物、酵母エキスパウダー、パセリ、オリゴ糖、乳糖、サワークリームパウダーに調味料、酸味料、香料、甘味料です。製造元はカルビーさんやったんですか、あれ違うわ、山吉さんって読むんですかね。エネルギーの方は1袋あたり 70g、 あ、違うわ、384kcal です。あれ前山吉さんやったんですかね、カルビーさんやったと思うんですけど、おお、いい感じですね。前のはこんなカットでしたっけ、すごいギザギザがめっちゃなんか深い感じですかね、なんかブリキのトタン屋根みたいな感じのデザインになってます。カットですかね、デザイン言ったらおかしいんですけど。で、芋自体は小さいですね。なんかそれではお味の方チェックしてみたいと思います。うまい。なんやろ、なんかめっちゃ玉ねぎのなんかすごい濃い味がしますね。すげえ、ご飯食べたくなります。ですね、何しオニオンの味がすごい濃くて、サワークリームの味はちょっとよくわからないんですけれども、何し美味しいです。めちゃくちゃすいません。セブンイレブンさんの深切りポテトですね。まろやかな酸味とオニオンの甘みですかね、ほんま美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。